ニンテンドーの創業家、山内家っていうのがあるんですけど、うんうん、山内家が突如リリースを <laughs> 出したっていうのを見ました。これ結構前なんだけど、4月ぐらいと思うんですけど、ね、知らない、知らないです。リリースを出して、なんかねお、すごい面白いサイトを作ってんだけど、<laughs> 音流れちゃうかな。<laughs> かわいいっすね。なんかね、すごいサイトを作ってて、れいい我々はどうするべきかみたいな。<laughs> まあ、ゲームっぽい。 マイクラっぽい、レゴっぽい感じですよね。なんかピクセルアートみたいな感じですって、ねうん、いうので、なんか、こう、サイトを作っていて、へ<ー>なんか、もっとこうあるべきだ、世界はこうあるべきだ、みたいな、で、日本をもっと応援したい的な表明をしていて、<ー>急にどうしたと思ったんですけど、うん、<laughs> まあ、これ、要は、なんか、 まあ、ほ,ほぼほぼ、まあ、投資会社としてなんか設立して投資していくよっていう表明だと思うんですけどね、まあ、それ以外にももちろんなんかやっていくっていう話をしてるんですけど、うん、今は何をし,してる会社なんですかいやなんかだから今はとりあえず設立してあ今は箱があるだけって言っただけなんだうんで多分これから投資的なものをどんどんやっていくよっていう表明をしたっていう感じだと思いますねうーん そういうなんか決意表明をしたサイトがあって、このサイトがね、微妙になんかよくできてて、なんかこうね、なんか遊び心があるというか。でもこれ、モテヤさん嫌いなタイプじゃないんですかそう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 、スクローリングエフェクトこれね、これ今、こう、パースがかかった斜めになんかスクロールするみたいな感じになってるんですけど。まあでもね、これは、こう、なんていうの そのスクロールによってエフェクトが起こるわけではなくて単純に斜めになってるってだけなんでこれも何か確かずっと行くとまた戻るんですけど最初にうんいやでもなんか任天堂の創業家っぽい感じがしているそうそうそう,そう <laughs> すごいなんかよくできてるしなんかサイトとしても面白いしでも任天堂とは違うから任天堂のキャラクターではないんですねうんちなみにこのビューをなんかこういうふうにすることもできる 普通にすることなんで。UI の音がなんか微妙にあったりするんですけど。山内ナンバーテンファミリーオフィス。オフィス一応ね、これ今、サウンドも流れるんで、ーゲームっぽいサウンドが流れますよ。ちょっとうるさいかもしれないですけど。ナンバー10ってのは何なんだろう。ナンバー10っていうのは何なんですかね。 まあなんか一応、メッセージとしては日本は独自性とチャレンジ精神を原動力に世界とたり合ってきたけど、近年はその魅力が失いかけているように感じている。で、まあ、次の世代がもっと挑戦とか、チャレンジをできるようにサポートしたいって言って投資をしていくんですね。うん、だと、まあ、基本的にはそうだと思う。いいろろ他にもなんか なんかプロダクトを作っていくみたいな話もなんか書いてあった気はしますけど、まあでも基本的には投資をしていくっていう話の会社なんじゃないかなと思ってますけどね、僕は。まあなんかでもどっちかっていうと、それっていうよりも、このサイト自体の作りがよくできてるなっていう,う <laughs> か、いうやつでした。いいっすね、うん。これなんかよくできてるか、どうやって作ってるんだなおなって思って見てたんだけど。 あんまり解析できなかった。そう、動画なんとかじゃなくてですかいや、これ多分ね、動画とかじゃないとか WebGL だと思う。えー、おそらく。うん。すごいね。うん。この辺はでも画像だったかな、こういう文字のあたりが。っていう小ネタでした。じゃあ、僕も小ネタなんですけど、ストレイナーってサイト知ってますストレイナー。サービス。 知らないっすね。もともとストッククリップって名前のサービスだったんですけど、うん、まあ経済、あ元もともとは、あの、決算会社が出してる決算情報をまとめるサイトだったんですけど、うん。うん。最近はまあもうちょっとなんかその、経済ニュースっぽいのをまとめてくれるサイトな、まとめ、まとめるというか取り上げてるサイトなんですけど、うん、うん。で、そこの、 まあ、基本、有料サービスなんです。うん、で、まあ、僕も有料契約してるんですけど、そこのニュースレターが結構面白くて、んなんか、まああ、ニュースレター自体は無料で見れるんですけど、うん、その時、毎日来るんですけど、その時、その時の結構注目ニュース的なのを取り上げてくれてて、うん、で割とスタートアップの話とか、あと海外のアップルとか、グーグルとかの動向とか、 もう全部こうまとめてくれててすごい、うん、いいサイトなんですけど、うんうん、割となんかこう毎,毎日来るタイトルに結構癖が強くて、うん、<laughs> そこも結構面白くて好きですね。ええー、っていうさっき僕ちらっと見えたあの海外で忍者らが人気っていうのが若干荒 <laughs> れそうなんだと思って <laughs> ああ<ー>ちょっと読んでみたいなと思ったけど。 そうね、楽器結婚おめっていうタイトルのやつに <laughs> んちゃら世界で人気っていう本当かなか結構なんかあのー、単に文章だけじゃなくて割とグラフとかも使って分かりやすく紹介してくれるんで、うん、そこもいいですねストレイナーなうんでマ、まあ、ニュースレターも面白いし結構連載系の記事とかもあったりああかあれなんだねあのー なんだっけユーザーベースがやってるやつ。ああ、ニュースピックスそうそう、ニュースピックス的な感じの立ち位置なのかもしれないですね。うん、そ,うそうっすね。有料経済ニュースっていう感じですかね。あ,あそ,うそうです、そうで、ん、す。で、それのなんかこう、スタートアップとか、海外系のスタートアップの動向に特化してるっていうような感じですうん。これもともとなんか海外の会社なんですかいや、全然日本の会社ですよ。あ、そうなんだ。うん、へ<ー>結構、 まあこのメインは決算、決算が出たときのあ、決算を分かりやすく解説してくれるっていうコンテンツがメイン,メインなのかな。なる,なるほど、なるほど。だから結構海外のスタートアップの会社の決算の話とかもあるんで、そういうのは結構なかなか他にないから面白いですね。うんうん、日本語だとないから。ね、うん。確かに。まあ、よくあるのは資金調達のリリースっていう感じで、 ニュース見ることはよくあるけど。あんまり決算起点でっていのは。そう,そうそうそう。結構大きい企業ぐらいしか出てこないですよね。そうそうそう。で、まあ、有料契約すると、なんか、あの特定の、ここの会社についてリサーチしてくださいみたいなお願いもできたりするんですよ。<laughs> お願いできるんだ。うん。えー、だからな、なんていうの、競合調査とか、例えば市場調査とか、そういうのに使ったりとかも。ああ、へえー、面白いね、それは。うん、ああ、それ面白いな。で,できた。 はずあれ今できなくなったのかなストッククリップ時代はできたんだけどな。<laughs> ひょっとしたらなくなってるかもしんないけど。うーん。面白いっすね。うん。プレミアムプラン。でも法人プランっていうのもありますね。そうそうそう。なんかでも、さっき言ってたリクエストできるっていうのは書いてないけど。前はできたんだけどな。なくなったのかも。ひょっとしたら。うーん。 うんまあ、でも結構面白いですこれはうんもうここ2年ぐらい見てるかな僕へえー、なんか初期の頃は結構なんだろうな個人が頑張ってやってますみたいな雰囲気の <laughs> サイトだったから大丈夫かなと思ってたんだけど、うん、最近なんか結構調達してすごく<ー>名前もそのスト,ックストッククリップからストレーナーに変わって、うん、うんすごい 人気出てき出てきた感があって最初はビジネス系に詳しい方がコツコツやってたのかもしれないですね。うん、最初はそんな感じがしました。まあでもやっぱりそういう意味ではコンテンツを生み出せる方は非常に強いですよね。こういうサービスにあたって。いくら実装だとかデザインができてもコンテンツが生み出せないと、ねそうね、価値が出せないからね。うん、っていう。ね、まあなんでこのニュースレターは無料で見れるんです。 寮で見れるんだけど結構なんか毎日来るし結構こう、うん、あのなんだろうな他にないようなネタをピックアップしてくれてるんで、うん、すごくいいですっていううんなるほどね招待キャンペーンってありました <laughs>、うん、パーカーパーカーパーカーパーカええええ 面白そううん次あれ終わり僕はもう一応ないかな僕もこれで終わりかななんかもうちょっと僕は確か追加してたんだけどなんか別に大した話じゃないなと思って削ったりしてたんだ <laughs> 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 まあいいんじゃないですか削らなくてこれからは <laughs> うんまあでもなんか無作為に入れまくるとさすがに多すぎるんである程度厳選しようと思ってますけどねうん そのもリバーサイド FM いいないやいいですねこの <laughs> 2つ共有できるのがね便利だよねなんでズームできないのかな <laughs> <laughs> 本当あの共有もらいますってやると不毛だなって思うんです <laughs> ん、ね、不毛だよねうん別に勝手にやって勝手にやめればいいもんねそうそうそうまあ確かにその画面をたくさん使ってしまうから面倒っていうのはあるし まあでも3つぐらいに制限かけときはいいと思うんですよ。うん、大体7割、8割はそこに収まるからね。<laughs> まああと他人、ズームの方が他人数になり得るっていうのはあるのかななんかいっぱいの人がこう入って、さらに画面もあってみたいになっていくと。うん、まあね、その画面がこの、なんだろう、配置のマネジメントは難しいです、ね、そ,うそ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 う。<laughs> まあでもいいですね。